美意識が低い。ん？美意識が低いよ、お前。そんないくらいい服で見繕っても、はい、お前のこの髪の毛や肌、そしてこの体型に至るまで全然舐めないや。というわけでどうも、ナチュラリスト花子です。こんにちは。いやどうも、いつも通りの天眼です。まあでも、うん、ずっと前からじゃないですか、僕たち勉強とかその、ちょっと陰な方でね、理系男子ばっかりに媚び打っちゃダメなんですよ。もっともっと上に行かないといけない。となると、はい、狙うは、はい、JK なわけですよ。あー、なるほど。というわけで今回はそんな若手層を取り入れたいということで、はいはいはい、前願さんにやっていただきたい企画があります。はいはい、何でしょうか。何一週間ローラのモーニングルーティーン生活。今から1週間ローラさんのモーニングルーティーンを完璧に真似てもらいます。メイクとかって技術的なこと考えたらそこも含めて不安や。でこれは同時に、その1週間念願がローラさんのモーニングルーティンを真似したら、念願自身の美意識も上がるのかっていう、これ論文案件ですよ。確かに。並べてる化粧品なんですけど、実際にローラさんが使っている化粧品、できる限り血眼になって我々探しました。なるべくね。これ結構お高いんじゃないですか、これもしかして。全部で、マジで。ぱっと見だって、これとかだって英語しか書いてないから。これね、海外用でしょ。これ日焼け止めなんですけど、これ5000円します。高っ。ローラさんがガチで使ってるやつです、これ。まあ一旦じゃあローラさんのモーニングルーティーン、確認してみますか。確かに確認しましょう。それにした方がいいな。まあこれで、1日のモーニングルーティン終了と。なるほど。これでローラの1日がスタートするってことね。これスタート、これでスタート。ここまでがワンステップだよ。おそらくご本人もここまで多分2、3時間かかってんじゃねえかなっていう。いやマジで俺一応言っとくけど、ピアノもやってるってことだけど。やっぱ最近めちゃめちゃ言うのやつ。かされること多い。最近かせられること。なんならその時点でローラにちょっと買ってる。確かに。なんならローラにちょっとね、アレンジを加えてね、良さを、オリジナリティ良さを出すっていう。なんなら1週間後ローラに買っててほしい。あ、なるほど。一週間後そこも目指そう。戦う相手絶対間違ってない。戦いに行く相手いきなりもう。というわけで、やっていきたいと思います。デンガン、インスパイザーネクスト。皆さん、皆さん、お聞きください。今日からですか。今日はですね、俺だからバスローブ着てるよ、ちゃんとローラー着てる。最初のワンちゃんと戯れてもらって、そういうの得意や。朝はこのクマさんが持ってるドーナツをちょっといただきます。汚っ。あら、かわいい。あら、かわいい。毎朝外で鳴く鳥と会話します。僕たちをつなぐものは酸素分子だけです。もうええかな。毎朝このねレモンをね、レモン水を作ることでね、腸の状態を良くします。これがいつも僕が飲んでいるサプリメントになります。こちらがまず、ちょっと待って、学会みたいになっちゃった。学会みたいになっちゃってる。違うよ、こちらが。これからとにかくマルチビタミンのミネラルというので、とにかく栄養豊富です。これとにかくビタミン B 群ということでね、僕の血管がブワーッとなります。こちらがね、BCAA というね、成分が入っているサプリになるんですけども、こちらを飲むことによってですね、私のたるんだ体が少しずつシェイプアップされるような筋肉をつけることによってですね、20代の頃のね、輝きを取り戻そうという。まだ20代なんですけど。それではね、レンガのバスルームを紹介するよ。これが私のバスルームになります。窓一つしかない牢獄のような。今日からこれ使います。でもとにかくですね、こいつらは非常に普通のシャンプーに比べてだいぶ、ぬるぬるしてると。そしてですね、これちょいちょいこいつ使うのがこいつです。ジョンマスターズオーガニックスというね、シャンプーがあるんですけど、これ今日から使うんですけど、料理で言うと塩コショウみたいな感じですね。ということでね、お風呂
浴びるね。さあ、ということでね、ナチュラルメイクを勉強したいと思います。ちょっとナチュラルなメイクアップをみんなに見せたいなって思っています。日焼け止め 50% 50の日焼け止めね、これこれね、ビオデルマ50+。マジでわかんねえな、これ何、これ慣れないながらの今の映像だと思うんだけど、みんなしっかりね見守ってくれてください。1週間続けるんで。ハニーポンプグロスネオマジョリカマジョルカって書いてるんで、多分これです。これやばくない、これ塗りすぎた、唇相当プルプルだったんだけど。きた、このフェイスブラシを使ってこのこいつを顔に塗っていきます。これほんまに俺これで美意識上がんの、これ謎なんだが。大丈夫これ。いや石油王やん俺の顔。でも石油で一応ちょっと一つだけ言っとくと、産出国1サウジアラビアと思いがちなんだけど、実はロシアなんですよ。あ、ちなみにロシア、サウジアラビアの次がイランってことは言ってきません。あ、終わりました。ということでナチュラルメイク完了です。1日目ナチュラルメイク完了しました。イエイ。今晩どう言うみたいな、そういう笑ってやめてください。僕の顔が出来上がるのを待ってたペットたち、お腹空かしてると思うんで、ちょっとご飯を作っていきたいと思います。じゃがいも、人参、ブロッコリー1つ飛んで3問ということで。飛んでないけど。お前らできたぞ。はい、うっす。ですね、次から次へと数式が出てくるような脳の活性化、それに加えて物理現象の全ての把握、はい、ということで1日目が終わったんですけど、1日目のハローラさんのモーニングルーティン終わったんですけど、ちょっと、まあ、でもメイクに時間がかかりすぎたんで、明日以降はちょっともうちょっと手際よくメイクやっていきたいっていうのと、もうちょっとやっぱローラさんに近づくためにいろいろ買ってきます。ちょっとずつこの部屋が変わっていってね、最終的にね僕という体がねもうすごい体になっている可能性があるんで、それだけね皆さん覚えておいた上でね、またちょっと今後の動画見てもらっていいかなと思います。寒さという冷気が全身を貫く、そんな日です。どうやらですね、化粧品についてちょっと調べたんですよ、あの後一人で。化粧水ってやつを最初に塗ってから、メイクするといいらしいということでね、ローラさんの中では多分使われて、紹介されてないんですけど、それを学びましたということで、これ買ってきました。これ化粧水。よし、こんなもんかな。でも YouTube っていいですよ、本当に。YouTube やっててよかったなと思うときは、こういう動画のときで逆に、自分が知らないことを学ぶ機会が、僕サラリーマンだったら、さすがに化粧のこと、こんなことやらないと思うんで、だからそれをやれて、化粧についての知見を知れるっていうのはやっぱりね、いいっすよね、楽しいっすよね。普通に新しいことを知るってこと自体が僕は好きなんで。ゆきさんに聞いてみよう。ハイライトって言って、こう、光らせたいところに塗るやつなの。あ、なるほどね。そう、なんか鼻筋とか、それほっぺのちょっと上とかに塗って、なるほど、立体感をこう出したいところに塗る。
いろいろ聞きたいことあるけど、残りは自習、自学するわ。頑張って。さっきこいつ普通に口に塗ったんですけど、こいつは多分こうだ。これでアンパンマンみたいになったの分かる？いやでもだいぶ変わる。横から見たらめっちゃ分かる。分からん、これ分からん。横から見たらめっちゃ分かる。カールしてるのは分かる。終わりということで2日目、化粧終了しました。最初結構嫌だったんですけど、この化粧をしないといけないっていうのでも、なんか新しいことやるっていうのは非常に楽しくてやれてるので、明日はまたね、期待しててください。皆さん、どうも。レモン水を作る時間でございます。こういうの買ってきたんですよ。まな板と包丁、ティーハーブ、タイミント、こういうのを置くことでですね、部屋の空気がさらに良くなるというね。僕がそもそも観葉植物を置いてること自体、あ、世界変わったなと思ってもらえたら嬉しいです。今日の作戦はですね、まず先にレモンを絞ります。これに対してちょっとずつね、水を入れていきます。いただきます。濃すぎほぼレモン、まず分かりますか、僕を見て。なんとメガネが変わりました。見てください、ちょっとおしゃれになってません？メガネ、実際メガネ使わないんですけど、しっかり乳液を使おうっていうことで乳液も買ってきました。そう、コットンも買ってきたんですよ。これコットン、化粧終わりました。イエーイ。わかるかな、やばやばすぎん、メンヘラみたいになっちゃった。まあ3日目ぐらいでメンヘラになっておくとも結構大事だと思うんで、びっくりする話していいですか。化粧した状態で外出ると僕恥ずかしいと思ってたんですけど、全然恥ずかしくないですね。なんならドヤぐらいの感覚になってます。すっぴんでも可愛いのになんで化粧すんの、男子の疑問。僕が今やってみて思うことは、自分に自信がつくっていうのが一番でかいと思うんですよね。周りがどう思うとかじゃなくて、堂々とできる、自分が自信を持って歩けるっていうところが多分一番大きいんで、ちょっと今後僕もね、女の人の化粧に対してはね、ちょっと自分に自信を持つために頑張ってるんだなって、そう思うようになりました。4日目迎えました。4日目の化粧コーナーでございます。うわあ、あのね、私いつもね、化粧してる時ね、すぐ歌っちゃうの。フェイスパウダーが何種類かあるやつの糸みたいなものをノエリンか誰かにちょっとそろそろ聞いて、ちょっと勉強するっていうことをやっていこうかなと思います。どういう糸でそれがあるのかをちょっとそろそろ聞かないと、ちょっとなんか知らないまま終わっちゃってて、使い方で実は間違ってましたみたいになるのが嫌なんで。何ですか。メガネおしゃれですね。違うね、気づくとこそこじゃない。はい、気づいて。髪色変えました。変えてない。パーマの量増やしました。増やしてない。俺のこと見て。モーニングルーティンしとんじゃん。こっちは縁側さん化粧してますねって言わな。メイク毎日してるんですねって。教えてくれへん、やり方。そろそろやり方欲しい、教えてほしいっていうか、やり方そろそろさ、答えし、もう遅いみたいなとこで。いや違う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 、俺めちゃめちゃいろいろ試行錯誤しとんねん、こっち。なんかゴミじゃないわ、粉みたいな。はい、ということで5日目、昨日実はですね、めちゃくちゃ勉強したんですよ。ちょっといろいろね、まず考えてね、説明していきたいと思います。このクラランスってやつはフェイスパウダーってやつで、化粧崩れを防止するためのものらしいんですけど、本当はこの間にファンデーションを塗るらしいんですよ。これとこれの間にファンデーション塗ってもいいけど、こいつが半分ファンデーションが代わりもやってると。3のコットンなんですけど、コットンの使い方もちょっと学びまして、こう使うらしいです。わかります、こう使うらしいです。で、このハイパーリアルグローなんですけど、こいつハイライトですね、顔の中の高い部分をより際立たせるために使うやつらしいです。
おでことかこの鼻筋とかちょっと高いところは高くメリハリをつけるっていうところがこのハイライトの目的。こんな感じです。今こんな感じです。めっちゃまつげ上がってるでしょ。唇気持ち悪い。5日目なんですけど、今5日目、5日やってちょっとレベル上がったんちゃいます、もしかしたら。はい、ということで6日目なんですけど、今日はもうね、ローラさんのモーニングルーティンを見ないでやってみたいと思います。僕今ね朝の7時なんですけど、男の場合8時に家を出るってなった場合、多分7時半に起きても耐えるんですよ。でも女の子の場合6時45分とかに起きないと多分間に合わないですよね。これ多分こういうペンシルがあるんですけど、こっちのペンシルがブラシで眉毛の形を整える方、要は起きた直後って眉毛が変な方向にいろんなね乱雑な方向に向いてるんで、それを整えてあげるやつで、こっちがちゃんとあのチャコペンですね。あの毎日言ってるチャコペン、みんな大好きチャコペンで、これがその眉毛の形をずっと保ってくれるやつ、まあ要は髪の毛でいうワックスみたいなやつですね。この色多分ローラさんと同じ色だと思うんですけど、僕の肌の色にはもしかしたらもっと強い色を当てないとダメなのかもしれないです。まあ男なんで顔が黒いわけじゃないですか。だからもうちょっと強い色を入れないとこれが効果出ないかもしれないということも学びました。誰？さまざまな原子が見えます。酸素分子、水素分子、いやー我々を司る原子、非常に心地の良い朝です。次は半分に切ります。レモンを絞ります。先にレモンを絞るのがマナビズムです。これねー、私の体の腸の環境がめちゃくちゃ良くなるの。腸の環境が良くなって便秘とかにめちゃめちゃいい感じ。僕 OPP だけど、 OPP ってわかるかな。お腹 PP ってことね。飲みます、一気に。濃すぎ。はい、ということで次はね、毎朝入ってるねバスルームなんですけど、はい、こちらがですね、私がよく使ってる、これね、シャンプーなんですけど、結構いいやつです。パールデイズ。めちゃくちゃね、潤いがずっと残るというものなんですよね。それと同じやつのトリートメント。これを使うことで結構サラサラした髪になります。こちらをね、乾いたね、フォードライヘアということでね、こいつはね、非常に、こいつなんだ。はい、それではね、今からね、お風呂。アピールねー。はい、ということでこの後花尾さんの家行くんで、そのためのねメイクをしたいと思います。今日は花尾くんに見せるからさ、めちゃくちゃ気合い入れるね。彼モテちゃってさ、ちょっと倍率高いからさ。でも女の子ってさ、めっちゃ頑張ってるじゃん。こうやって気づいてほしいよね、みんな。よし、終わりました。ここまでの1週間化粧やってみて、一つだけ思うのは、女の人クソ大変。まずこれにつきます。毎朝早く起きてね、化粧して頑張ってくれる女の子に敬意を表したいと思います。私のね、最近始めたモーニングルーティーン、朝ピアノを弾くこと。そう、旅立ちの日に。Thank you.
の朝が始まったわ。今から散歩行くよ。はい、ということでね、花尾の家に到着したんですけど、じゃあピンポンちょっと鳴らしてみます。美意識が低いなわ。マジでわかんねえな、これ何これ。こんな日です。私いつもね、化粧してる時ね、すぐ歌っちゃうの。ハロハロハロ、お前、食い倒れ人形なって思ってるやん、お前。可愛くなったでしょ。今日何やったか分かるでしょ。今日君に振り向いてもらうためにめっちゃ頑張ったんだ、私。気持ち悪い。パーカー買ってきました。期間限定なのでお見逃しなく。チェックしてね。オッケーです。いやー、1週間でこうも変わるものなんですね。あなたが言い出した企画ですからね。でも出来は良かった。でもナチュラルメイクやし、実際そんな濃いっていう風にも思わんし、そんじょそこらのなんか覚えたて、一応覚えたて JK より1回は上手いかもしれない。まあいろいろありましたけど、モーニングルーティン1週間はい変われたということ。変わりましたね。美意識変わりました。もともとこれ美意識が上がるのかってところが論点でした。そうね。ちょっとなんか匂ってくるんやけど、なんかなんか匂いい匂いしてくるんやけど、こいつから。まあ僕のリップは甘い香り入れてますから。嫌だ。嫌だ。